さて、よし。先生、
押してまいる。さて、
一丁かますか。レバン。サイラスさん、イボンの言う通り、あなたも。上辺だけの言葉は結構だ。心からの賛辞だったのですが、それが伝わらないとは残念です。しかし、あなたが黒幕だったと思う。大方イボン学長もあなたの手駒だったと思う。ご明察。彼を学長に据えたのもこの私です。もっとも、あれほど自己顕示欲が強いと思ってはいませんでしたが。それはあなたに人を見る目がなかったということだ。その意見は甘んじて受けます。さて、本題に入りましょう。あなたは変国の書を追うことで見事に私のもとへたどり着いた。その知識量、洞察力、そして何よりも知りたいと絶望する学者としての知的欲求の強さ。あなたが変国の書を追う中で見せたそれらの能力は、どうです、サイラスさん、私と手を組みませんか。くだらない。この後に及んで口をついて出るのがザレ言とは。ザレ言？学者とは思えない言葉ですね。あなたはこの建物の壁画に何を思いました。あの書庫にあった蔵書の数々に心惹かれなかったのですか。何も思わなかった。そういえば、ただ、そうでしょ。そう、これらを見て心が躍ったはず。知りたいと思った、紐解きたいと思った。謎を、知識を目の前にした時、抑えきれない知的好奇心に身を焦がす。その情熱に身を委ねられる者こそ真の知の探求者と言えるのです。あなたもそのはずです、私のように。この手を取りなさい、サイラス。共に世界の真理を解き明かしましょう。なぜ断るのです。知識を得たくはないのですか。謎を紐解きたくはないのですか。あなたならば私と同じ場所に立てると。それだよ。何ですって。あなたならば、その言葉が気に入らないな。別に私でなくてもよかったはずだ。例えばイボン学長。話になりません。彼にそんな才能はある。せいぜい駒使いに使える程度。とても私と同じ思考には至れない。なぜそう決めつけたの。未来はわからないよ。なぜあなたは彼に教えようとしなかったのか。教えるですって。そうだ。
自分と同じ場所へと教え導けばいいよ。バカな、そんなことはありえません。凡人は何をやろうと凡人です。秀才もまたいくら努力しようと天才の高みには届かない。あなたも理解しているはずです。そこがあなたと私の違いだ。私はあなたほど人に絶望していない。過去を探り、今を学び、未来をつなぐ。そのために知恵を磨くのが学者だ。知識を得て、謎を紐解き、あなたはどうせ天才にしか理解できない。そう言って墓場まで持っていくのか。凡人だ、秀才だ、天才だ、そんな言葉は逃げだよ、ルシウさん。知っているとか知らないとか、そんな差で区別しないでもらいたい。知らないものが、知っているものが教える。間違っていることは、答えを知るものが正す。その積み重ねの先、人はさらに高みへと進んでいく。きっと私の生徒は私より先へと進んでくれるはずだ。その時彼女たちが何を知るのか。もう結構です。あなたも所詮はただの人。結局はそこで終わりなのですね。他人に足を引っ張られ、真理に至らず死ぬ。これは変国の書の記述をもとに私が完成させた結晶石。私はこれを使って人を超える。人の短い寿命では決して叶えられない全てを知る時間と力を手に入れる。せめてもの慰めです。この力の実験にあなたの命を使って差し上げましょう。未来にかけることが愚かなら、私は愚か者でいい。だが一つ約束しよう。そして煉獄の書を紐解き、あなたと異なる答えに至ってみせる。人の未来には希望がある。そのことをあなたに教えてあげよう。負けるわけにはいかない。出番。ファブル、ここからが本番だ。さて、
なかなか考えがいがある。フェアとドラッグ。ここからが本番だ。さて、ちょっと。サイラスさん、覚悟はいいか。
行くぞ。サイラス、先生。負けるわけにはいかない。さあどうで。やられるものか。それでは。癒しの奇跡に与えてない。そうだ、横一文字切り。さあどうする。ベアトホブレさあどうだ。負けません。ニブラ、ここからが本番だ。ハイヌ、さあどうする。覚悟はいいか。覚悟はいいか。オーブショーウェインヒルドよ。あとにない。さあどうだ。これでどうだ。それでは、うん、リブラス、攻撃を出そうか。
出そうか。エレメントブレイクロッド。どうでる。
ター・グラキウス。そうだ。さあ、どうする？負けません。やばっ。行きましょう。エレメントブレイクロッド。授業はこれで終わりだ。授業の時間だ。ここからが本番だ。アイヌ！行きましょう。癒しの奇跡を与えたな。ベアトファブレ。なかなか考えがいがある。キャッ！クルター・グラキウス。覚悟はいいか。オーコ。さてどうしようか。アールデイズ。大した強さだ。合格だ。覚悟はいいか。やれやれ、アラゴトは好きではない。そうだ。
剣ね。さて、違うよ。そして、
ああ待て。ほうほう。先生。先生、ここだ、ここだよ。また本が増えていませんか。古代の書物を訳すんだ。これでもまだ足りない。半分くらいかな。これで半分ですか。いや、実に面白い。とある地方のおとぎ話に門に関するものがあってね。もしかしたらこのおとぎ話の門も。それで民族学の本まで。そう、多角的に物事を眺める学術における基礎の基礎だよ。おっと、いけない。君が呼びに来たということはもう授業の時間かな。はい。先生、遅刻ですよ。申し訳ありません。メアリー殿下。さて、それでは生徒の諸君。輝ける知識の著者であり学者、スサンナ・グロトフの記した一節に、知るという行いに終わりはない。人は生きている限り毎日が学びの場だ。知り、知るし、そして語る。その連綿としたつながりこそが人の歴史であり営みだ。決して一人で世界は完結しない。知識もそうであるよ。だからこそ私は知るし語るのだ。己の知識が誰かの糧となり、より良き未来を築く助けになるよ。これを読む君を。私の知識と経験が君の未来を。
良き礎となることを強く。